さあ、万全の準備が整うことができた。アンキロさんがレベル上がってるね。何あげるべきなんだろう。体力980だ。スタミナかな。あ、スタミナ減らないもんな。スピードかな、むしろ戦闘要員じゃないから、もともとこのスピードだからな。なんとも分からんけど、とりあえずあの 山の頂点まで行こう。黒曜石採取大作戦と行こう。出発。アンキロさん泳げるか。アンキロさんに乗ってこの川を渡っていこう。ほら、実際言うと泳ぐのが早かったとかだったら嬉しいな。まあまあのスピード、うん、遅いわけじゃないね。この川をね渡っちゃえば。肉食関係の恐竜と出くわさないようにしたいところっすな。前方にアルゲン、バレたくないね。まっすぐ行きたいんだよな。まっすぐ行きたい。うほ、やばい、いろいろいる。あー、なんかこの辺道ができてるぞ。こっからかな。あ、こっから登山ルートかもしれない。あー、なんかもろそうな感じ。ギガノトと出くわさなければまあいけるでしょう。ギガノトさえいなければこのルートで大丈夫か。飛ばすな。色が邪魔じゃ。うわうわ、くんなし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 。戦いに来たわけじゃねえ。レベルがあったけど横幅が広いから辛いな。オラオラオラ、ぶっ壊して開けていくしかない。 OK、 レベル上がったけどどうしよう。何あげるべきだろう。スピードかな。でもな、難しいな。荷物のたくさん持てる量かもしれない。案外ちょっと保留にしておこう。この山にはギガノドがいるから出くわさないようにしたい。死ぬんでね、あたいら二人とも死ぬんで。そう、アーティファクト取っとこう。アーティファクトね、なんか殺されると食われちゃうからね。アーティファクト食らうなよっていう。よし、登山道来てる。登れん。オッケー、道続いてる。黒曜石あるけど、うん、おお、黒曜石だらけだ。ねえ、ほらほらほら。あー、本当にね、もうあとはギガノトだけ出くわさなければもう全然大丈夫。出くわしたら2人とも死ぬんで、もう一回やり直さなきゃいけないな。これを急カーブ。なんか足音聞こえたような。
いないね。いるー。ここはもう倒すしかねえ。失敗。失敗。いてんのかなこれ。ほら。ほら、熱い。すげえじゃん。思った以上に強い。ゆっくりゆっくりこの、登山道、登っていきましょう。急車はね、何かあるかもしれないからね。ん？おりますわ。もう、おりますわ。いますわ。やば。やばい。マジでやばい、これは。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい。やばい、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 やばい。気がつかんといてよ、マジで。マジで。マジでお互い死ぬんで、もう一個のルート、ルートらしいルートではない、ないけど、そっち行くしかないね。くそー道を塞ぎやがって。ナムさんバレてはないと思うんで、ちょっと近づいて、この辺でこの上一気に真上行くっていう作戦はダメか。この辺壊せないかな。これ壊せたらすごく楽やけど。お、でも登、顔を出してる。気がつかんといてよ、頼むよ、頼む。うわー怖えー、めっちゃ怖えー。うわー、いける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 。うわー、そしてここは登山道だ。やったー、わー、やったー、やったー、やったー。アンキロサウルスをこのどでかい山に、火山港に連れて行くことができた。やったやった。この辺にあるこれ黒曜石とか全部アンキロさんのものですよ。こういうクリスタルも取りたい放題だ。やったぜー、ミッション大成功。一か八かの賭けだったが。そしてここはもう登山口入り口でしょ。門番だったな、ギガノドサウルス門番だったな。うー、心臓に悪い。よし、はい、来ました黒曜石やつ。さあこれだけの重量になってくると、ここはエクスだね。うん、来た、ありがとう。じゃあそこで帰ろう。わあ、やっぱ助かるわ。これだけの重量あっても走れるもん。めっちゃ助かる本当に。帰ってきた。よっしゃ、黒曜石をタック取って戻ってきたぞ。よいしょ。じゃあこの黒曜石をこっちの旋盤だよねにこうやって入れて、あー、できた、できてる、できてる。よっしゃ、できた。じゃあこれで原油をポイとして入れてと、たくさん必要だもんね。60個必要って。これボタン連打すればいいんだ。オラ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 。ポリマーがこれでラストだね。うん、49個はできた。じゃあまだポリマー必要なんで、あの山ね、あのアンキロさんもいるし取りに行きたいと思います。ちょっとね
もうちょっと楽な運搬方法を考えたいんで、他の動物をちょっとテイムしていきたいかなと思います。とりあえず今日はこの辺で終わります。